結局服汚れちゃいました。ドジですね、私って。次は岡野さんの番ですね。私、スイカは嫌いですから。スイカの味がというよりも、赤い色が嫌いなんです。いただきます。
ええー、なあ。わいもみなもちゃんたちと海のアバンチュールを楽しみたいで。せやけどな、海はやっぱしわいには無理やわ。子供時代のトラウマは欲望よりも増さんねん。ところで、誠はどないなんや？みなもちゃんたちの水着姿を見て。決まっとるやないか。誰が好みやっちゅうこっちゃ。誠はやっぱし、みなもちゃんが好みなんか。みなもちゃん、めちゃくちゃスタイルええさかいな。水着姿を見てさらに確信したわ。あの胸、あのお尻、あの肌のきめ細やかさ。ええねん、本人は聞いとらへんからな。のぞみちゃんもなかなかのスタイルやな。さすがに剣術少女ののぞみちゃんや。なんかこう、体の引き締まりがたまらんな。出るとこは出て、締まるとこは締まってるんが、さらに顕著にわかんねん。かなりのナイスバディやで。若葉ちゃんももちろんスタイルがええさかいな。そんでやな、ワイの一押しは、なんたって、ひなたちゃんや。ひなたちゃんのあの幼さの残る体型は、ワイの壺に入りまくりやねん。あの申し訳程度の胸の膨らみがワイの塩株をこれでもかーと刺激しよんねん。しかもやな、ひなたちゃんは抱きしめたくなるほど可愛いしな。ほんまワイの妹にしたいくらいやで。そやったらあんなことやこんなことを。どう？なんや、ほんの冗談やないか。しかしええな。いつかあのみなもちゃんたちの肌に触れられる男が出てくんねん。みなもちゃんたちは男に肌を触られてどんな顔でどんな声を出すんやろか。おっ、考えただけで。何言うとんねん。わいは欲望をコントロールできんくらいにシャイなだけや。ええとこつくやないか。で、お前はどこまで行っとんねん。みなまで言わすつもりか？お兄ちゃん！
ひなたちゃん。ひなたの3回転宙返りジャンプ見ててね。ワイもそんな風に聞こえたけど、おお、お兄ちゃん、どうだった？おお！今度は5回転宙返りジャンプでいくよ！おお！なあ、ひなたちゃんの様子、なんやおかしないか？大丈夫なんか？
枚するんや。兄ちゃん、ほんま、よかったわ。ごめんなさい。本格的ですわね。大したことはないわよ。それにこういうのはこういう時にしか使わないから、使わないともったいないもの。とにかく始めようか。そうだね。そのできたのかっちゅうんは。確かに料理作るんは苦手やけど、焼くことくらいやったらワニだってできるわ。幼稚園児やないんやから。おい待ちや、まだ肉は早いねん。肉は炎が収まりだしてから置くいうんはバーベキューやるやつには常識なんやで。そうせえへんと焦げすぎて肉が網に張り付きやすくなるさかいな。当たり前や、わいはバーベキュー将軍って呼ばれとんねん。あ、そっちのトウモロコシはもう食べ頃やで。どんどん食べたってや。じゃあ、おいしいね。
そうだね。食べるに決まっとるやろが。安心しや。ワイにはワイのとっておきがあるさかいに。見て驚くなや。ワイの大好物のな。バーベキュー言うたらやっぱし焼き牡蠣や。そうかもしれませんね。はい。はい。でも。楽しいことは。という間なんですね。綺麗だね。本当綺麗ですわ。終わった花火はちゃんとこの水の入ったバケツに入れるんやで。これは海で遊ぶもんの最低限のマナーやからな。そんなの当然だよ。くらえまこと、ネズミ花火の乱れ咲きや。ドムのことはほっといて、花火を楽しみましょう。
私と？あ、うん、そうだよね。